起きた。皆さんこんにちは。こんにちは。あ、こんばんはか。こんばんはでした。こんばんは。一回りなちゃんから前もらって美味しかったグミ食べる。こんばんは。ここはルリちゃんの配信ではない。ルースキーじゃないのよ。挨拶とはいえ。あ、ほら、ありがとうございます。出勤さん、こんばん、こんばんは。ちょっとさ、今日さ、リッスンから帰ってきたから髪の毛が、前髪がさ、もうやばくて、もうレッスン中、なんか、暴れるじゃないけどさ、踊りすぎても。前髪、マジリアル、ほんとこんななってたからさ、帰ってきてから初見さん何人かいらっしゃいますね。ありがとうございます。そう、ちゃんとベッドにシーツついてる。いつもついてる。なんかたまたま自分のセーターの取ろうと思った時だけなんかついてなかったんだよね。そう、まず最初にじゃあ言うね、皆さん。私のツイッターの DM が開放しました。やったー、やったーというかもう、私今日帰ってくるときにね、なんか、またインスタの DM 見れない。もう悲しいと思って、正直気分こうだったんですよね。でもどうしようって考えて、まあこれはどうしようって考えた時のテンションじゃないんだけど、考えて、何がいいかなと思って、あ、なんかツイッターの DM ってツールできるらしいなってなって、私はね、開放しなかったんよ。けど、一番見やすいなと思って、そう、ありがとうございます、送ってくださった方。ちなみに、そのツイッターの DM は多分おそらく全部見れてます。あ、今ね、配信中。今配信中。ね、皆さんも解放してるみたいで。皆さんも解放してるみたい。あ、ちなみに、あ、DM じゃない、DM じゃない、DM は見えなくない、DM は見える。既読はできないんですけど、そう、インスタとどっちがいい？人によって見れる見れないがあるの分かんないけど、だから、Twitter だったら、確実かも。なんかこの間も特典会でなんか送ったみたいな言われて、私見れてなくて、私絶対インスタ のコメント見逃すことってないの、多分 99.9% ぐらいだから、えっと思って見返したんだけど来てなくて、だからまあ今はツイッターだったら、1年後はちょっと分かんないけど、ツイッターだったら確実かなって思います。すいません、何度も何度も。こんばんは。そう、妹。ちょっと開けてきた。そう、だから、皆さんよろしくお願いします。そう、なんかさ、普段 DM とか、毎日くれてる方から来てなくて、あとなんかリクエストが、なんか2になってたの。でも、どんだけしたいってもその2がなくて、あれ、これ多分見えてないなと思って、言った。なんか、何個かあってっていう感じで初見でした。ありがとうございます。渋谷でシャメ撮って終わっちゃったが、とても良かった。渋谷でシャメ撮って終わった、渋谷でシャメ撮って終わっちゃったが、ライブかな。え、なんかそう、私さ、結構さ、なんていうの、私結構そのファンの方からの DM とかさ、めっちゃさ、ライブの後楽しみにしてるわけだから、ないと思ってんだけど、ついに開きましたから、私のくれてる、うん、多分ね、みんなの来てると思うよ、ちゃんと。こんばんは、こんばんは。あ、そうだ、私ショールームだから今回はあれだね。こんばんは、こんばんは、やめたさん。あれだ、あれ読まなきゃ。ランキングを今回は、では行きますよ。
10位、トラさん、ありがとうございます。トラ。あ、私の配信は10位からランキングを読んでます、1位前。9位、八王子のヒロさん。8。8位、巌流島を、ちょっと待ってくださいね。巌流島を、ふふん隊員さん。どうしようかな。じゃあ、なんか、どうしようかな。どうしよう。どうしようかな。近めで。ありがとうございます。7位、キリ将軍さん。ハリピ兼隊員さん。どうしようかな。にぎり。ありがとう。6位、ゆきもあさん。どうしようかな。どうしようかな、しか言ってない。目視が黄色だから、黄色いペンライトと目立ってて。使ってるくし。くし何個もあんだよね 5位。123。かわいい。こんな目してる。アイコン？ありがとう。4位。レイちゃん。あ、ショートカットのやつだから、もうショートにしよっかな。今だけ。できない。こうすればいいのか。私絶対ショートに合わないもんは。だから絶対やらないけど。できてるかな？わかんない。なんかやっとこありがとう。4位、カエル社長。あれ、変わった？ちょっと待ってね。一旦10位から被ってない方だけ、すいません、読んできますね。9位、マッシュさん。メガネ。ありがとう。サツヤさん、どうしようかな、つ。ありがとう。リサクさん。2位、モグさん。23？反対？ありがとう。1位、カツヒロさん。ひろさん、どうしようかな。やったー。ありがとうございます。ポカツコツさん。なんだ。で、今日は、これまで私割とショールーム配信だと、なんていうの？1位とか2位とか3位とか、まあ日によるんですけど、何かしますって言ってるんですけど、今日は、なんかわかんない。逆に、あえて、まあ全部最後読みはするんですけど、何とかするってないので、皆さん安心してみてください。だからそんなに、なんていうの？わかんないけど、なんていうんだろう。全然、することはもちろんできるんですけど、紙はいっぱいあるし。だけど、ライブとかたくさんあるし、あえてなしで。いきます。そう、しかも昨日のさ、昨日配信して、今日も配信だし、ゆっくり見てください。思ったような部屋も部屋着もするだね。これ部屋着じゃないし。これ部屋着じゃないし、今日これで行ったし。です。部屋はね、だいたい白。しかもね、ちゃんと、ほら、スカートだから、そんな私、今日は別にそんなに気抜けてる服装じゃないよ。ああ。そうね。そうね、そうね。顔が近かった。こんばんは。あ、すっきりさん、ありがとうございます。
明日のライブ声出しなんだね。今日して、あ、そうなんだと思った。こちら私が寝てる布団でございます。そう、明日ライブ声出しらしいので、もしかしたら名前教えてほしいかもしれないし、明日教えてもらえないかもしれないし、わかんないけど。そう、これスカートなの。黒い。私、今日なんかね、普通にコンビニでグミかなんか見てたら、なんか横に私こうやって見てたの、こうやって、こうやって、どれにしようか。そしたら、私ここにいるのね、こうやって、こうやって来て、って言っちゃったの、本当に、本当に。そしたら、りなちゃんで、あ、りなちゃんかなと思って。でも本当に、なんか、ガチでやばい人が隣に来たと思って、どうしようと思った。マジで、本当に、あ、終わったと思ったもん。中堅です。ありがとう。びっくりした。本当にびっくりした。本当にちょっと不審者かと思った。なんかマジでびっくりしたよね。しかもなんか人いたから。ビビってる自分も恥ずかしかった。本当に。そう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 。ちょっと寒いんだけど、ちょっと待って。ちょっとヒーター一旦近づけますね。ちゃん人間違えたらどうしてたり 確かに、ちょっとその間違えてる様子を見たいかもしれない。今日は何のレッスンしてたの？明日のライブのレッスンとツアーについて。そう。リナルにいたずらしがち。どうなんだろう。どうなんだろう。わかんない。わかんないけど、そうかもしれないかもしれない。こんばんは、遅れました。おお。おお。友達かって。おお。ありがとうございます、来てくれて。ちゃん、ルイちゃんに色好きって、あ、忘れてた。なんだっけ、全部出ませんでした。これネックレスなんですけど、ちょっと重いかなってくらい、ほら、重力こんな感じ。重さか。けど、全然あんま気にならないぐらい。あ、じゃネックレス見せてできたんだ。こんな。なんかちょっとかっこいいでしょ。可愛いっていう印象ではないでしょ。リラックマ何を送ってほしい？どういうこと？あ、あ、本当だ、リラックマだ。あ、あれか、あれか。ギフトのやつか。なんでもいいよ。なんでもいい。みんなが好きなのでもいい。いいよ、全然。あ、みんなありがとう。私が今見つけた方は、岩流島尾さん、さんちゃん、かっこつさん。かっこつさんっていうのは、なんて言うんだろう、スタッフさん？ショールームさんの。あと、キリン将軍、ハイピーさん、たっくん、たつやさん、りさくさん、れいちゃ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 ん。123、123、123、もぐさん。そして見える範囲まで行きますね。和弘さん、カエル社長、ゆきもさんまで見えてました。ゆきもさん。ありがとうございます。スタッフさんがコメント、いや、これ多分あれだと思う。個人だと思います、多分。ブブカ買いました。あ、そうだね。今日発売のブブカ。皆さん買ってくれましたか？お父さんと、吉田さんとお話ししてますので、ぜひぜひ。ぜひぜひという感じで。
撮影面白かったんだよな なんか、その父さんと二人での、その撮影のショットがあったんだけど、なんか、例えばこれにさ、これ餌として腰掛けてくださいって言われて、なんかもう、めっちゃ近くて、あれ、こんな近いんだみたいな感じで お互いちょっと頭の中ハテナだったのが面白かった。まあそんなのも見れると思うんで見てください。そう、寄り添うのが、どこまで寄り添えばいいんだろうみたいな。なんかすごいずれた。だから、みたいな。なので、ぜひ、距離感が難しかったね。あ、そうだ、明日、昨日その話したわ。仙台から、声出しありになりますよねーって言おうと思ったら、昨日話してた。昨日話しちゃってた。え、こっち来ちゃってた。ぜひぜひ当ててください。でも、ソロもあるから、まあ、皆さんどっちを撮るのか。どっちでもまあまあ映ってるから嬉しいけど。まあでも、こっち来ちゃあんまないもんね。なので。珍しい。まだお父さん車についてもらってない。まだお父さんに車についててもらってない。え、もらってない。え、どこ行きたいかな。どこでもいいな。なんか遊園地とか行き、でもちょっとあれか。高校生のさ、娘がさ、娘からさ、お父さんに、遊園地連れてってっていうことあんまないよね。私あんま聞かないもん、友達で。これからコール勉強します。勉強して。ただ、一個だけ言えるのは、リンドバーグの2への教えてくれよ。僕の名前をってところなんだけど、そこは教えてくれよ、もあちゃんって言ってください。私はもう何年も自分の名前がわかんなくて困っているので ぜひ教えてください。そう。巨大アスレチックとかちょうどいいかも。楽しそう。楽しそう。でも日焼けするのちょっとだけやだからさ、今とかちょうどよくない？でも、落ちたら寒いか。落ちるとかあんのかな？これしないけど、そこだけしようかな。お願い！お願い！ 初めて名前叫べるのか。あ、やった！明日もさ、あるみたいだからさ。なんかわかんない。明日なんだっけ？わかんない。まあ、言えないけど、これで言ったらさ、これスタプラ、え、これスタプラなの？あ、スタプラか。すいません。あんまりよくない。ちょっとさ、私のさっき言ったことは、リラ君のお口ってさ、バツだっけ？違う、それミフィーちゃんか。まあ、とりあえず、もしかしてスタプラなのか。なんだっけ？何の話だっけ？あ、そう、セットリストを言えないから、コールもあるかないかとか言えないんだけど、もしかしたら、そんなことはないと思うけど、もしかしたらコールがないかもしれないから。だから、けど、まあ、なんか、ね。バイビロも叫ぶ。あ、そう、バイビロも言ってほしい。私がライブ終わりに、バイビローンって言うじゃないですか。そしたら、皆さんも、バイビローンって言ってください。これは、コールとか声出しができなくなったから、あんまり、ね、そういう風潮ないかなってわかんないけど、ないのかなと思ってるかもしれない。何言ってんだろう。とりあえず言ってください。あ、バイビローン、でも今やらないでください。まだ19分しか経ってない。バイビロンって何なの？なんか、まあ、簡単に言うとバイバイって意味なんですけど、なんかうちの妹が本当にめっちゃ前に、
行く時かな、バイバイじゃなくて、バイビローンって言ってて、それをブログとかで取り入れてたら、入れてたんですけど、それをライブで言い始めて、皆さんに、そう、言ってもらえるようになったって感じ。面白い。噛んで、パブロンって言っちゃった。面白い。最高ですね。あ、寒いじゃない。生誕の帽子にかっこよくバイブロンって書いてある。そう。うち、2、3年前のセーターの帽子にバイビロンって書いてあります。ライブのシーンはやっぱりこれだね。ね。ね。言ってください。ライブ前に龍角散ダイレクトのとこ。めっちゃ気合い入れてくれてる。最近芝居で一回言いましたね。お、じゃあそこで言った人はもう予習バッチリだね。ね。妹ちゃん、何気にモアちゃんプロデュースしてる。まあ、助け合いしてもらってます。うちの家族には。助け合いじゃない、助けてもらってますか。助けてもらってます。なんかさ、ライブ前に髪飾りで悩んだ時とか、ママに、どっちが似合うと思うって電話するんだけど、まあ、こんな言い方じゃないけど、どっちが似合うと思うみたいな。で、もうママが出ない時とかあるの。そしたらもう妹に、どっちが似合うと思うって言って、オッケーっつって。っていうこともあるよ。初訪問の方がいますね。ありがとうございます。芹沢まあです。あとこのさ、このショールームのさ、自己紹介15歳なんだけど、嘘です。17歳で。明日の髪型決めた。決めてない。なんかわかんない。メンバーが。やってかぶってないのにしようかなと思ったら、ほんと決まんなすぎるときはそうしてるんだよね。すごい。明日の髪型決めたな、明日の髪型決まったのって、もうほぼ同じタイミングに聞きたいことが同じ方がいた。ハルツアーも始めましたよの方かなりいた。色ちょっと。色ちょっと。そう。そう、特典会とかで。初めましてかなと思って言ってくださる方もいたり、初めましてかなって思ったり、大体、あれ、初めましてなんじゃないかなって、あ、そうそう、思った方は、初めましてですよねみたいな感じがね、うん、猫だそうか、わかんない。どうしよう。今出してほしい？今出してほしかったらね。今この配信を出すか出さないか今。出してほしかったら言って。プロフィールはスタッフさんじゃなくて編集できない。いや、できるんだけど、できるんだけど、ちょっと、あからん。ちょっとで難しくて、なんか触ってみたんだけど、できんかったっていうお話です。こんなんでいい？わかんない。どうしよう。今日私の時間、OK。OK。変だったらごめんね。気になる。これでや。やばい、こっから上、メイク直ししてないんだ。レッスン行ってから。なんかちょっと恥ずかしい。なんか恥ずかしい。でこなしが久しぶりすぎてちょっと恥ずかしくなってた。
晩ご飯食べて、自分はこれから、もうお腹空きすぎて、このまま配信はやばいと思ったから、キムチ鍋だったんだけど、なんか、一杯だけもらってきた。で、めっちゃ美味しくて、美味しいみたいな感じで言ったら、ママに、後で食べて、って言ったから。こっち、かわいい。俺も抱っこ出し配信するかもよ。いいよいいよ。おそろってにする？恥ずかしくないよ。恥ずかしいよ。なんかさ、久しぶりだからちょっとわかんない。こっから上別に何の表情もないんだけどさ。ツアーの名前ですしのデコラションも可愛いよね。本当？ありがとう。そう、あれはね、コスミックだからね。でかいリラックマだ。本当だ。え、待って、本当だ。リラックマ大きいなとか。レイちゃん、ありがとう。レイちゃん。あ、久しぶりにおでこやる気がする。レイちゃん。ありがとう。あ、ありがとう、レイちゃん。一日鍋食べたくなっちゃった。うちに来たら食べれます。うちに来たら食べれます。つまみ食いじゃない。ママが出してくれた。ママに、あとでいいやって言ったんだけど、え、もう無理。出してって言って、出してもらった。美味しかった。いいでしょう。いや、本当にママのご飯が美味しすぎて、おばあちゃんの茶碗蒸しもそうなんですけど、本当に食べてほしいの、みんなに。でも、どう頑張っても食べさせられないの。お店のとかじゃないからさ、共有もできないから。そう、だから、そう、今日のリップない。あ、昨日ね、あれ、ストーリー載せた、ウマロマンドの06番。普段あんま寝らない、結構。ね、声がね、みんな聞かなかったことにして。ママに行くよね。ママ声聞こえてるからちょっと静かにして。聞こえてるかわかんないけど、まあいいです。すみません、うちもご飯の時間なので。まあちゃん自炊することある？もあ？うーん、ほぼない。今、お菓子は？聞こえてないね、多分これ。なんで？どうしよう。ちょっと待ってね。もう一回できるから、ミュートして。一回伝えました。なんだっけ。グミは、これ、りのちゃんが前食って欲しかった、スイッチキューブグミってやつの、レモンのやつかな。わかんないけど。もう！配信中なの。ママにちょっと静かにしてって言って。配信中なの？私 言ったんだけど、配信する前に。今から配信するよって。そろほーいって言われた。静岡県の食卓。いいでしょう。チャーハンとして作れますもん。あと、ピーマンの肉詰め作れる。あとね、あと、まあ、いいや。野菜炒めも作れますとか言おうと思ったけど、まあ、野菜炒めはもしかしたら誰でも作れるかもしれないからもういいやと思うんだよ。まあ、でも美味しかった。ね、美味しいよね。私、好き。小さい家の生活音好きだ。もう生活音というかもう声なんですよ、これも。生活音と言いますか、声の。卵丼も作る。あ、でも最近作ってないな。中華が得意っていうか、わかんない。中華が作れる。作れるじゃない。作れる。作れるって何？作
作れるってだけ。まー、あ、ちゃん、こんばんは。あ、おもちゃん、ポチャッコだ。今日ポチャッコ誕生日なんです。あそこにいる。ちょっと持ってくるね。ちょっと待ってくださいね。僕誕生日 僕も誕生日。あ、わかんない。どんな声なんだ。僕お誕生日。わかんない。できなかったイヤリングに。おめでとう。おめでとう。今これさ、一見さ、おめでとうだけ来てたら、私がおめでとうみたいな感じだけど、全然私じゃない。誕生日、あ、近い、誕生日が近い。1ヶ月。1ヶ月、12日違い、誕生日。ありがとう、おめでとう。ということで、以上の出演になります。でもなんでさ、なんで声、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、OK。ラスト5日近い。覚えた。覚えた。おめでとう。覚えた。11月16日です。やってください。うん、おめでとう。もうこれさ、だとしたらもうみんな言われるよ。まあいいよ、おめでとうございます。おめでとうございます。めでたいから。あ、ちょっと今配信中なの。うん。ママがごめんごめんって言った。ネックレスかっこいいけど肩こりそう。かっこいいっしょ。肩はこりません。でも私ね、マジでおばあちゃんにね、肩もみしてあげたらなんか一番うまいって言われた、周りで。だから肩もみは任せて。できないけど。みんなにやってあげられないけど。任せて、私の周りの人。確かにドアに入って、マジそれ、明暗かもしれない。マジであるかも。なんかもうみんなうっかりだから、うちも。うちみんなうっかりだから。そろそろバチ切れるもんちゃん、みたい。みたいな。切れません。切れません。これは怒んないもん、別に。怒ったりしたことないもん。ちょいちょいぐらい。肩もみすると握力上がるからよかったんです。もう握力全然ないんだよね。なんかさ、この、なんか私、友達ん家で握力やらせてもらって、なぜか友達ん家に握力が出てるかって、え？みたいな。で、そしたら、20と19だった。19と 20？ 左が多分20だと思う。マイク持ったりするから。ちょっと音声がマイク塞いでないかな。ほんと？ちょっと待って。でもさ、これかけたら全部顔出ちゃうから、もう一回悪かったら言って。そしたら、どうにかします。練習しなくよくわかんないの。一回何されたら怒りますか？何されたら怒るんだろう。家族だったら食べ物とか。あと妹の場合は早くお風呂上がってっていう。本当に妹お風呂長いんです。1時間から2時間かけて入ってるから。168。お、一緒じゃん、ほぼ。まあ、ほぼ一緒じゃん。でも、本当に無理だった。自分のプリンとか名前書いてでいいですか？ああ、たまに書きますよ。うちの3番目の妹、割と何でも食べるんで。もう、リビングに置いてあったら食べるから、例えば、モアーとかね。書く。なんて長風呂じゃないの？いや、そんな。普
通です。普通です。本当何でも食べるの。しかもなんかそれが置いてある作り置きのご飯とかじゃなくて、なんかお菓子とか。17歳の平均握力 27.45 らしい。私17歳じゃないんじゃない17歳じゃないんじゃない、わかんない。握力と学力が握力と学力が追いついてない。けどテストさ帰ってきたんだけど点数が本当にやばかった感じだった。インフンデーカー100点さすがおでこ出すと長女感出るね。長女なんで、長女なんで。人生何週目、まだ1週目ですよ。私はだってうっかり番長だから、うっかりしすぎてるから。明日のライブ行くよ。話にまーちゃんコールしてもいいですか。まーちゃんコールしてもいいですか。もちろん、もちろん。ないこと言わんでええね。なんでよ、なんでよ。お願いだから勉強頑張って。びっくりした。何かと思ったら勉強頑張ってだった。でもその美しさを待ってる。ちょっと待って、あれなんていうの、情緒じゃないけど、あれ出るか100点。あ、3年生大丈夫、なれる。今頑張ってるから、もうなれる。妹のものはモアのもの、モアのものはモアのもの。違う、そんなお姉ちゃんじゃない。ガチでうちのリアルな話をすると、全体的に、兄弟ね、自分のものは自分のものがいいけど、人に勝手に使われちゃうものみたいな、わかんない。そういう感じ。なんかね、うちは特にお洋服ね、なんか、お洋服なんだけど、自分のものは自分のものがいいんだけど、人のものも使うし、人に勝手に使われる。1ヶ月で高校3年生のまーちゃん。高校3年生だよ。あ、やばい。自転車乗ってる？乗ってる。ほぼ毎日乗ってる。弟には激甘のお姉ちゃん。うん。激甘だけど、たまに、めっちゃなんかパンチされる。マジで。なんか妹2人と弟2人がなんか私が普通に触ったね。私が例えばここに触ったらそこ4人固まるやん。で妹2人がまた行ってこいって言って、なんかもう急にパンチ始まるから痛いって言って。しかもね、小学生だからもう。ママと服のサイズ近いんだっけ。っていうかもうほぼ全員一緒です、うちはもう。お疲れ様です。ありがとうございます、ゼロさん。あのもんちゃんがついに高3なんて感念深い。ありがとうございます。そうだよ。E プラスだと仙台予定枚数しろ。ほんと？え？ほんと？ E プラスの分はってことかな？わかんないけど、来てください、皆さん。来た方がいいですよ。何かとは言えないんだけど、来た方がいいですよ。急な質問。9点買ってます。9点買ってますけど、なんで？急すぎ？ピアマだったね。ぜひ来てください。仙台で待ってる。あ、待ってください。行きますんで。LJK のまーちゃん行きたい人もいいですよね。もちろん。仙台行くし、名古屋追加することし、本当？嬉しい。
え、嬉しい、ありがとう。仙台も可愛い髪型にしようと思ってる。多分可愛いと思う。多分可愛いと思う。まあ、毎回可愛くしようと思ってるんですけど。行きます。え、ありがとう。仙台、来てくれるの？俺も行く側なんですけどね。はい。そうだなと思ったよ、まあ。そうなんだろうなと思ったけど。あ、いい情報。仙台もあったかい。本当？じゃあ、スカットか履こうかな。どうしよう。もちゃん、高3でも数学あるの？わかんない。数学わかんない。高2はあった。高3わかんない。何年かいて。仙台追加でチケットか。本当？ありがとう。僕も仙台のお土産考えないと。モアが目星つけてるのは、ずんだ餅と、萩の月。あと、牛タンは食べたい。でも、ずんだ餅絶対買いたい。私は数一数零で終わりにしました。何数零って。もう、使わない。ささかま、ああ、ささかま食べたい。あのさ、チーズのさ、丸いささかま絶対美味しいよ。おすすめ。空港のずんだシェイク美味しい。あれ、もう、まあ、あれしか行ったことない。新幹線しか行ったことないけど、ずんだシェイク美味しいよね。わかる。でも、ちょっと甘めかも。甘いのが好きな方は、ぜひ。今のおばあちゃんはりなちゃんみたいに女子大学生か、りえちゃんみたいにプライドになるか。内緒。それは、ね、ぜひぜひお楽しみに。このぜひぜひ、せり鍋食べてほしい、おいしいか。あー、なんか聞いたことある。食べたことない。え、見てみたいかも。見てみたいか、食べてみたいかも。フォローしました。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。ひょうたん焼きは、あ、食べたことある。食べたことある。もしくは、そらちゃんが食べてるの見たらどっちか。食べたことある気がする。美味しかった気がする。多分美味しかったって記憶があるから、多分食べたことある。ん。こんな感じ。私のね、見て見て見て、しおりのね。枕をね、こうやって抱き枕にして寝てるんだ。今ちょっと下に置いてたけど、あ、これこれにしよう。ほぼ初見です。秋田で見たことある。え、本当ですか？ありがとうございます。秋田でってことはあれかな？文化祭とか。え、みちゅうさんの文化祭。これ枕です。これ本当にね、触り心地が好きなの。めっちゃ、めっちゃいい匂い。あ、大丈夫。私も持ってるよ。お揃いだね。お揃いだね。それから初めて見た三両。そう、これは、しおりんとポンポンプリンが、コラボしてるの。かな。リボン持ってない。あ、あるわ。あそこにあった。リビング。もうリビングいないから、あんま分かんないけど、そういえばあった。いくらも、いや、聞いてください。私、本来、もともと、ベッドを、全部黄色でした。そのしおりのやつで全部黄色にしてたんです。けど、一旦入れ替えということで変えちゃったけど、そう、やばい。お話ししてたらあと16分になっちゃった。でも今日は、まあ、時間取りには終わらせるけど、あれだね、そう、ひょっとしてすっぴん、めちゃくちゃすっぴんじゃない。でも、まあ、あれかも。なんか友達にあんますっぴんと変わんないよねって言われる。でもなんか最初にまずごめんって言われる。ごめんねって。いいんだけど、何でも全然嬉しいんだけど、そう。あ、変わんないよねって言われる。まあ、変わるは変わるんだけど、割と、TikTok、
とかインスタのストーリーとかスピンで、顔が薄いなと思ったらスピンで。顔が薄いと思ったな。もう本当に君が好きなの、しおりんどれだけか。しおりんです。しおりんです。 私もともとってか、別に今も好きな色は服ね、服は白黒で、あと普通に濃いピンクが好きなんだけど、でも濃いピンクは別にあんま持ってるものはない。最近は物を集めるときポチャコが多いけど、ポチャに似てる。本当？わかんない。本当ですか？ピンクじゃない。なんか、私、こういうピンクじゃなくて、こういうピンクじゃなくて、こういうピンクじゃないけど、違うじゃん、ピンクの色。こっち系が好き。けど、それは前言ってた。色めっちゃ増えた。色めっちゃ増えた。確かにピンクのモアってあんまりイメージないかも。多分ね、自分の色で合わないから、けど好きは好き。会社で黄色い人って言われてる。え？会社でも黄色なの？嬉しいんだけど。やだ、嬉しいよ。そんな、でもなぜか私、すごい、特にスターダストなんだけど、私、独身さんの人、アキちゃんすごい可愛くて好きなんですけど、アキちゃんも黄色で、シュリも黄色で、自分も非公式から黄色だから、黄色ばっか。嬉しいと思う。で、キュンってなってる。こんばんは。初コメも失礼、初コメ。失礼します。お、ありがとうございます。じゅんじゅん、どんぶらみんさん。ありがとうございます。楽しいです。お、一緒だね。もーちゃんペンライト使えそう。本当？よかった。ね、使いやすくなかったらね。眉毛かわいい。本当ですか？一回眉毛サロン行ったんですよ。一回じゃないわ。一時期か。一時期眉毛サロン行ってたんですけど、最近行ってなくて、もう正解がわかんなくて、もう行ってないんですけど、3ヶ月、2、3ヶ月ぐらい。だから、ほぼ原型に近い感じ。お腹空いたから、お腹空いたからすよ。お腹空いたー！ もーちゃんのお母さん、もし一人暮らしだったら、もーちゃん、ご飯ください。お腹空いたー。美味しい前、ほんと？ありがとう。マーティンペンが7時に届いてて、めっちゃわかんない。自分が作ったから、自分が作ったグッズっていうのはめっちゃあると思うけど、めっちゃ目に入るの。そう。かわいい、お腹いっぱいね。やった。吉田剛さんだ。恥ずかしい。すごい恥ずかしい。ありがとうございます。どの方お世話になります。いや、こちらこそ。しかも今日発売。あ、すごい、タイミングが。めっちゃ恥ずかしかった。しかも、しおりの。すごい恥ずかしい。ありがとうございます。お世話になりました。吉田剛さんと、お父さんと、3人でお話しさせていただいてるので、ね、皆さんぜひ、買ってください。買ってください。読んでください。わお、恥ずかしい。ちょっと お腹すいたとか言ってた。あら、そういうのでは初めましてだ。この後買いに行きます。ね、でも結構さ、皆さん読んでくださってたから、ありがとうございます。
たりお話しさせていただいたのは、私ロブが今回があんなにたくさん話させていただいたのは初めてな気がするから、すごいぜひぜひ、スタダがいつもお世話になってます。もうマネージャーさんみたいな人がいる。お腹空いたよ、してごめんなさい。そんなことない、そんなことないよ。なことないけど、なんだっけね、ぜひぜひ、今日発売です。しかもすごいよタイミングは。明日はさ、ライブだから急だけど急だけは、急だけはじゃない、急だけど、急だけど明日はライブです髪型本当に悩んでるけどね、ライブの日メイクするの楽しい。あちゃん若干テンパってたか、テンパるよそりゃそりゃテンパるでしょ。だって「かすいた」とか一緒に下坊さんいらっしゃったかそうね、そうだ、最後に一回だけはしてください。あの、私ツイッター開放したんで、インスタとかでね、送って見れてない可能性もあるんですよ。なんでかわかんないですけど、私も。で、それで、ツイッター開放したんで、ツイッターに送ってくださったら確実かなと思いますんで、ツイッターにぜひ送ってください。そしたら嬉しいです。DM ね。しょうもないことでもいいよ。全然今日の、今日の夜ご飯はこれですとか言って、そしてでもいいし。なんでもいいですよ。え、だから結構ね、そう、なんかみんなから来なくなったと思って。だったの、本当に。涙、涙、涙みたいな感じだったんですけど。だから、恥ずかしくてよくやない。なんでなんで恥ずかしくないよ。明日は特典会ぐるしゃだ。ね、グルショなんだね。なんだねじゃない。グルショだよね。今日待って、私今日あれじゃん。ファニコン投稿の日じゃん。やばいやばい、忘れちゃダメ、忘れちゃダメ。インスタのストーリーの感想送って、それも全然いいよ。めんどくさくなかったら送ってください。指名は可愛いな以外に送ることが浮かばない。じゃあ、それ毎日送ってください、ぜひ。杉田さん、さっきからありがとう。迷惑かと思って、私来ない方がちょっと機嫌だから、来ない方がっていうか、来ないのが機嫌だから、来てくれたら、嬉しいよ。うん、だし、なんか、全然そんなの、いいよって思うかもしれないけど、割と自分から、その DM とか見た内容の感想とか言っちゃうかも、あの、特典会で。そう、これあれあだったねとか言えるし、私がでもなんだろうね、好きな女優さんに送るとしたら、あーでもな、私内緒にしとこそう言った、内緒で日常の八王子の日を送りますね、やめてけ、いいですよ車から、今日の出てくるじゃないですけど、今日の全然全然、もう全然ハードル高くないよ。それだけ言ってきますね、皆さんに最初に。内緒、内緒だよ、うん、うん、そうそう、売り組み並みに毎日でもいいですね、ルリちゃん。いないけど。ね、あと5分だね。かわいいですね。ありがとう。かわいいですね。ありがとうございます。
なんだっけ？ランキングを読みます。急だな。急だな。急ですけど、ランキングを読みます。10位、たっくん。たっくん、ありがとう。ありがとう、たっくん。ありがとう。9位、巌流島王さん。ありがとうございます。どうしようかな。じゃあ、おでこ。ありがとうございます。8位、カエル社長。カエル。待って、見えない。さっきとあれじゃない？変化してない？前髪が。だよね、多分。7位、123。12。6位、マイナス25度のヒデさん。お！そういえば、この間特典会でおしゃべりしたよ。灼熱とアイスクリームが好きらしいので、これ。灼熱とアイスクリーム。5位、サンちゃん。サンちゃん、ありがとう、サンちゃん。4位、モグさん。モグさん。ありがとう、もぐさん。3位、かつひろさん。お、ちょっとすごい。価格が。かつひろさん、どうしようかな。じゃあ。近いのよ。ありがとう。2位、りさくさん。どうしようかな。ありがとう。1位、れいちゃん。れいちゃん。にゃんにゃん。わ かんない。いつもれいちゃん。しかないかな。どうしようかな。あ、3分あるし、ちょっとだけ待って。れいちゃん、猫耳だし、これあるよ。わかんない、変かな。変だったらごめんね。すごくない？とっさに思いつき。おい。終了。コメントなんでやるじゃんって言ってた。でしょ？ありがとう。落とっちゃった。あ、明日の髪型を楽しみにしていただきつつ、そうだ、声出しだから、そうだ、声出しだから、もうちょっと、遅くない、喋ろう、声出しだから、そう。声出しだから ね、ね、ぜひぜひ、楽しんでください、たくさん。よろしくお願いします。あと2分、1分ある。珍しくない？ママの配信で時間が余ってるの。明日は髪型考えて寝れないかも。ああ。今、すごい自分の頭で考えてたことがさ、ちょっと口に出ちゃった。なんか、わかんない。もし、モアに DM 送りたいなぁ、でも送ることないなぁと思った方は、明日の髪型予想とかしてみてください。もしくは、これがいいみたいな。でも、できない可能性が、もしかしたらめっちゃ高いかもしれない。いろんな髪型があるから、その中で高いかもしれないけど、ハードル高くないと思う。これは、わかんないけどね。髪だったら全然大丈夫だけど、お願いします。一旦にぜひ待ってます。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。皆さん、
明日お仕事なり学校なりない方はお家からぜひぜひ待ってますのでよろしくお願いします。ということで以上、セザーマンでした。バイビロー バイビロー。こっちか。いつも間違え